美濃の戦国大名斎藤道三、明智光秀の元上司で織田信長の義理の父にあたります。道三は油売りから一国を平定するに至りました。典型的な下克上大名です。美濃のマムシと呼ばれる彼はどのようにして下克上を果たしたのか、漫画で振り返ります。斎藤道三は山城の国京都で生まれます。彼の父親は浪人、今でいうフリーターで、決して裕福な家ではありませんでした。11歳の春、道三は京都明覚寺に出家、僧侶となります。その後僧侶を辞めた道三は油屋の娘と結婚、油商人となります。油いかがですか？お安くしますよ。そこで商人としての才能が開花、油売りの行商として大成功。道三の存在は町中で評判になります。油を注ぐときにロートを使わず一文銭の穴に通してみせます。油がこぼれたらお代はいただきません。さあさあ見てってくださいな。ほう、これはすごい。あざーっす。ただあなたの油売りの技は素晴らしいが、所詮商人の技だ。この力を武芸に注げば立派な武士になれるだろうが、惜しいことだ。武士、武士か。せいせい。おい、俺は武士になるぞ。油屋は今日で廃業だ。あわわわわ。は、あんた何言ってんの？やべえ、拙者がなんか変なスイッチ入れちゃった。俺は武士になる。まず何から始めよう。あんたそれ看板折る前に考えるべきじゃないの？あわわ、奥さんすんません。道三は商売をやめ武士の道を歩むことにします。道三は僧侶時代の弟弟子日雲の力を借りることにします。日雲は美濃守護代斎藤氏の生まれでした。おーい日雲、武士にしてくれ。あ、先輩お久しぶりです。え、武士？そのつてを利用し美濃守護時家の重臣永井長広の家臣になることに成功します。一生ついていきます。おう。道三の才能はここでも発揮されます。武芸と頭脳の高さによって存在感を示し、美濃守護の次男である時頼宣の信頼を得ることに成功します。力加減どうすか？ちょうどええわ。この時時家は家督争いの渦中にありました。長男の時政頼と次男の時頼宣が守護の座をめぐって争っていたのです。あーん、あーん。道三は主君である長広と共に頼宣を支援。ほら長広様ももっと支援して。おう。支援ってこういうこと？そして政頼を追放することに成功します。うふん。そんな活躍もあり道三の発言力はさらに大きくなっていきます。最初は変なやつだと思ったけど、君のおかげで私もいい影響を受けてるよ。これからもよろしくな。俺の力をもっと高めるためには。ジロリ。長広はどうやら政頼とつながっていたみたいですよ。何？道三は自分の主君である長広を暴走。違います、私は何もしていません。信じてください、頼宣様。耳を貸してはなりません。うむ。まだ足りない、まだまだ力が足りない。お前のおかげで助かったぞ。これからもよろしくな。力が欲しい。その後道三は頼宣を追放。え、嘘でしょ？
事実上美濃の国の主となります。彼の狡猾なやり方は美濃の国の内外に広まり、恐れられるようになりました。斎藤道さんという男は主君を追放し国を奪ったらしい。なんと恐ろしい男なのだ。そんな中、道さんに試練が訪れます。尾張の織田家との対立です。道さんに追放された頼宣は織田信秀を頼り美濃を取り返そうとしていたのです。やっちゃってください、信秀殿。うむ、あやつは放っておいてはいけない男だ。道さんも善戦しますが、戦いに勝つことは困難だと悟ります。今は引くしかない。今は、いや、国を時氏に返し、道さんは織田家と和睦。娘の貴重濃姫を信秀の嫡男信長に嫁がせます。娘のことどうぞよろしく。よろしくお願いします。この男が織田家の嫡男か。何考えてるか分かんないな。あは、あはははは。織田家と和睦した道さんに怖いものはありませんでした。満を持して頼宣を再び追放、再度美濃を支配します。え、また？はい、またです。心の声を読むな。美濃の国を再支配した後、道さんは引退、家督を嫡男である斎藤義達に譲ります。この選択が道さんの最後に深く影響することになります。長男である義達に家督を譲ったものの、道さんは次男や三男のことを可愛がっていました。義達よりもこいつらの方が見込みがあるな。義達は無能だ。この状況に義達は危機感を抱きます。このままでは弟たちに家督を奪われるかもしれない。父上ならやりかねない。やばいよ、やばいよ。いや、あのマムシなら必ずやる。かくなる上は。義達は挙兵し弟たちを殺害します。義達のやつ。道さんは逃亡。マムシにはついていけねえ。しかし味方する者はごくわずかでした。誰だ今マムシと言ったのは。おい、誰か何とか言わんか。道さんの強引な国取りに疑問を感じていた者は少なくなかったのです。旧時家臣のほとんどは義達につきました。道さんに勝ち目はありませんでした。父上、覚悟は良いですか。道さんは義達を無能と思っていました。しかし彼の戦いぶりを見て考えを改めます。虎を猫と見誤るとはわしの目も老いたわ。しかし当面斎藤家は安泰。彼はその生涯の最後に深く深く後悔したと言われています。1556年、斎藤道さん長良川の戦いにて敗死、享年63歳。道さんの首は義達側についた旧臣の手で道さん塚に手厚く葬られます。今日の名言、身を捨ててこの世のほかに生きる世なし、いずくか追の住みかなりける。次回、二つの悲劇を生んだ明智光秀と斎藤道さんの関係、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。次回も見ていただけると嬉しいです。またね。